はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日はおにぎりお弁当ということで、子どもたちとおにぎりを食べたり、あとは今日はお誕生会もありましたので、ケーキを食べたり、とっても楽しいことがたくさんありました。では終わらず、年長さんは、先日七夕祝会の時にスイカを購入したところから、こんな本当に大きな立派なスイカを2つもいただきましたので、年長さんはスイカ割り大会をやったんです。なんとそこには、浅見先生も飛び入り参加して、司会は鈴木先生がしてくださって、とっても盛り上がりました。結果は発表したいところなんですが、後で園長先生の方のブログで上がりますので、そちらをお楽しみにしていてください。ということで、本当にこんな大きなスイカだったんですけど、たくさんこう切っておにぎりを食べた後のデザートとして年長さんいただきました。とっても甘くて、子どもたちも本当に大喜びで、何回も何回もおかわりする子がいたりとか、ただこんなに大きかったので2つもあったので食べきれなくて、年中さんにもちょっとお裾分けをして食べてもらったりっていう風にして、とっても楽しい一日となりました。結果の方じゃね、お楽しみにしていただいてね、お家の方でもお話を聞いたりして、子どもたちの楽しかった思い出を聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、そんな楽しい一日を過ごせてとても幸せでした。以上です。ありがとうございました。